ワンダーランドリーガネクストシーズンイーストリーグ、クラブセガ新宿西口大会、セガ池袋ギーゴ代表対セガ新宿歌舞伎町代表。今回解説を務めさせていただきますプレイヤー代表のチェリオです。よろしくお願いします。同じくキリアです。よろしくお願いします。今回の中央対面なんですが、サポーターがエピーヌ、両方ともエピーヌっていう風になってまして、敵視点の方がロビンで、ございます視点側の方がデスフックになっております、はい、相性的にはデスフック側が少し不利かなっていうようなイメージだと思います、はい、なるほど。そうですね、あと開幕の立ち位置なんかもできれば気にしていけるといいと思いますね。サイドにジャストショットを出せないような立ち回りが重要になってくるのかな。 そのロビンフシャウト相手に、はい、その兵士の後ろでずっと戦っていると、うん、その横のファイターにジャストショットが打たれる可能性があるので、る、ね、できればその中央のアタッカーがそれを阻止するような形というのをキープできるといいと思いますね。これ開幕はドローショットを先に打っちゃうとロビンのドローをもらっちゃうから、あまり先には打てないって感じで、ロビンシャウトのストレートショットが非ダウンなので、はいはい、ここはあのデスフックの方がダウン属性がついているので、うん、相打ちでもいいので相手のダウンを取っていくような感じを意識できるといいと思います、ね、なるほど。100年の眠りがにお互い入ったところなんですが、うん、多分もうこの HP だと一回起乗したいです。そうですね、もう死んでしまうので一回ここは帰った方がいいと思って、まあ、帰りました。即起乗だよね。で今回そのチーム内で徹底していたことが一つだけあって、うん、あのロビン・シャウトの立ち位置っていうのを必ずボイスで伝え合うっていうのをやってまして、今ロビン・シャウト左に寄ったんですけど、それによって左のアイアンフックが左側の壁側によって難を逃れているような感じをずっと続けようっていうふうに意識してました。でこうやって壁側によると相手がその内側に寄ってくるので、逆に取れる獲物が刺さりやすくなるっていうのを意識しながら立ち回っていました。じゃあ今度は今サンドリオに人に伝えるってこと。そうですね、サンドリオの人に右側にロビンシャウトが寄っているので気をつけてくださいっていうようなチャットを伝えながらやっています。なんか飛んできたね。まあちょっとあそこまでは当たると思わなかったんですが、まあ死ななければ安いので、はい、うん、そこら辺は意識しながらやってましたね。ここまたロビンが見えないの怖いよね。そうですね、右下にいるのかなって感じなのかな。右下はエピーヌが入ったっていうようなチャットをもらっていたので、うん、一回右上の方に入ったっていうようなチャットをいただきました。結局どこにいるかっていうのが分かれば、 そうですね、その端のファイターが動きやすくなるよね。そうですね、そのロビン・シャウト その強みっていうのが離れたところから、うん、その端レーンのファイター相手に対してその有効打を持てるっていうのが強みなので、うん、できるだけそのファイターの人が困らないように中央の人がちゃんと位置を伝え続けるのが大事だと思います。回廊がいろんなところに巻かれてる。固定だとやっぱり回廊の方が有効なところ。回廊の方がやはり強いですね。エピーヌ自身がその相方のアタッカーを生き残らせることができるまあスキルなので、うん、もちろん全国対戦の方でもかなり使えるスキルだと僕は思いますね。自分の自衛にも使ったりする。そうですね。ここでもレベル5になるのはでかい。そうですね。ここからのワンキルが重要になるのかな。そうですね。コンパスの発動に。ただここロビンシャウトがまた右に行っていて、うん、でこの後森に入るんですけど、ここで一回、うん、あのどこにいるかわからないっていうのをちょっともらったので、ここで一回上まで探しに来てます。ああそういう意味ので、まあ意味が飛んできたので、うん、まあそこにいるのを発見したんですが、この森の取り合いかなり熱い。そうですね、ここで一回森を取るんですが、ここでチューチャットが飛んでくるんですけど、うん、あの下からエピーヌが回廊を巻いてくるっていう情報が入ってきてるので、退路を断たれたってことで。そうですね、で完全に倒しに来てたので、ここはダウンを取って即騎乗ですね。回廊がなかったらそのまま戦うっていう選択肢もあった。ありましたね。なるほど。100年エピーヌのバフの100年の眠りがだいぶ育っているので、相手のロビン・シャウトが願い星の服を着ているんですけれども、うん、ある程度このバフが育っていれば戦いきれるので、
戦う選択肢も頭に入れながらやってましたね。あと今回頻繁に起乗ボタンを押して、うん、自分の位置をこう左右に結構振っている振りながら戦っていて、相手に捕まえづらいような動きもちょっと意識してみました。やっぱどこにいるか分かんないアタッカーってすごい脅威だ。そうですね、今回自分はそれを意識しながら、逆に相手のロービンシャウトにはそれをさせないような感じを意識しながらやってますね。まあ、そろそろその専用アシストを発動させたいので、うん、そうだよね、どっかでワンキル欲しい、ね、そうですね、それをちょっと狙いながらっていう感じですね。でも相手の回廊の巻き方がすごい上手くて森も取れない状況が続いてたよね。ここすぐキル取ったよね。兵士殺しのも選択肢としてあったと思うんだけど、やっぱロビンが見えてないからそうですね、そうキルを狙ったってことかな。 HP に余裕もあったので、はい、それと中央の巨人が少し厳しそうだなっていうのもあったので、早めに処理した、できるだけ早めに処理をするのを意識しました。ここの拠点の影で騎乗したのもうまい。そうですね、ロビンが右上にいるって言われてたので、うん、できるだけ影に隠れながら意識しました、ね、すごい混戦だけど、エピネとロビンシャウト その中央コンビすごい強いんですけど、うん、相手側の森にその陣取っている2人を相手にキルを取ることっていうのは難しいんですけど、今みたいに相手が深く立ち入った時に今みたいに挟み込んであげると、そうですね、かなりキル取れる確率っていうのは上がるので、そのあえてちょっと下がっ、まあ、厳しい状態にはなるんですけど、下がって挟み込むっていうような動きができればかなり強いと思いますね。これだいぶ状況良くなったよね。そうですね、ロビンのワンキル取ったことで、これでロビンシャウトの方のバフが消えているので少しだけ楽な状況になっていますね。今回エピーヌの方にかなり命を大事にっていうのを意識してもらって、本当に一切前に出なくても構わないですよっていうようなことも言ってたので、手前の拠点無理におらなくてもいいからってことですね。これでも全然まだ負けられるよね。そうですね、ここ真ん中取れなくて右の拠点を手前拠点をおられたらまだ負けられるよね。ここアンダースキルファイターのところなんですけど、うん、まあ、ちょっと安全を期して声が聞こえたタイミングでアンダースキル入ったんですけど、うん、まあ、できれば森に入った状況でアンダースキル打ってた方が良かったかなっていうのが自分なりの反省ですね。それができてなかったせいで今その右上の森をロビンシャウトに取られてしまった形になっているので、こういうふうに押し込まれる形になっちゃいましたね。まあ、少し反省点で今回ここでフックキルも1個取られてしまったので、ギリギリの展開でしたが、うん、なんとか勝利を収めることができました。なるほど、ありがとうございました。ありがとうございました。